前に上がっていく。須永が前に上がって1番の伊号を抑え込んでいくところです。残り600の鐘が鳴りました。1番の伊号は3番手を並走か。さあしかし6番の早坂が上がって3番の井村の後ろが3番の井村と並走していきます。2番の須永の後ろが並走です。残りが1周。さあ2番の須永の先行になりました。2番手は3番の井村が取り切った。3番手は1番の伊号が続いて、その後ろに5番の小沼少し離れかけ、7番田中が現在は5番手、さらには4番の久保でバックストレッチ。2番の須永が懸命に逃げるが、2番手は3番の井村ぴったりと追走。3番手1番の伊号、さあそして内を救っていこうという7番の田中。4コーナーから直線、2番の須永先頭だが、外から1番の伊号が踏んできた。1番の伊号が突き抜けたか、ゴールイン。2着は2番の須永が粘っています。